こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イタリアセリエ A のユベントスの来シーズン 2023-2024 シーズンに待ち受ける非常に困難な1年についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきます。まずは現状のユベントスについて軽く紹介させていただきます。昨シーズン 2022-2023 シーズンでは、リーグ戦7位という形で、フィニッシュしてしまいました。近年間違いなくイタリアを引っ張っていたクラブで、王者に輝き続けていたクラブなんですけれども、インテルが優勝し、そしてミランが優勝し、そして今年はナポリが優勝しということで、3シーズン続けてイタリア王者から離れていることになっています。なおかつ先ほども紹介した通り、リーグ戦で7位という順位でフィニッシュしてしまいましたので、チャンピオンズリーグはおろか、ヨーロッパリーグにも出場することができません。ただリーグ戦7位という順位なので、来シーズンは ECL に出場することはできます。ですがユベントスが ECL の舞台で満足するとは到底思えませんし、ユベントスのサポーターの方々がそれを許すとは到底思えません。ですので来シーズンはチャンピオンズリーグの出場権をしっかりと確保できる4位以内を必ず確保しなければならないといった状況でございます。ですがユベントス、皆さんもご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、財政難でございます。今回勝ち点10ポイント剥奪されているのもですね、不正会計を行ったり、キャピタルゲインの問題があったりとかですね、そういったことを行ってしまったことによる罰則で今回7位という順位にフィニッシュしてしまうことになってしまっておりますので、ただでさえお金がないです。そういった状況の中でチャンピオンズリーグの出場権を来シーズン失ってしまっているので、そこで得られる高額な収入が入ってこないということなんですね。ですので何度も言いますけれども、ただでさえお金が欲しい、ただでさえお金を作らなければならない、ただでさえ高額な選手を買うことはできないっていった状況なのにもかかわらず、その上重ねて収入がないということになりますので、チャンピオンズリーグの舞台に出られないので、その収入がないということになりますので、現状のユベントスは追加攻撃を受けているっていう状況になってしまっているんですね。ですので来シーズン、先ほども紹介した通りチャンピオンズリーグの舞台に出場できる4位以内を目指していきたいっていうところなんですけれども、収入がないということは当然その分予算も減っていくし、抱えられる選手も当然考えていかなければならないし、高額な選手と契約し続けるのも少し考えどころになってきます。ですので今のユベントスの移籍の情報とか皆さん見られていると思うけれども、基本的にユベントスの全スカッドの選手が売却候補に入っていると言われています。実際ユベントスのもう絶対的なエースとも呼べるようなブラホビッチだったりとか、今シーズンねあまり良くなかったって言われてますけど、ブラホビッチだったりとか、キエーザだったりとか、絶対に出してはいけないタレントですよね、年齢的にも。だけども彼らが売却候補に上がったりとか、移籍市場の中でも名前が上がったりしている状況なんですよ。やっぱり一番高く売れますから、そこでやっぱりお金を作って、まずはクラブが存続していく、しっかりと健全経営できていけるような状態に戻していかなければならないんですよ。ただでさえそこで問題を起こしてしまって勝ち点剥奪されてるんで、もう同じことを二度と繰り返さないようにまずは金額を作っていかなければならないので、彼らをじゃあ失ってしまったら、じゃあ来シーズンチャンピオンズリーグの舞台に出れるような戦い方をできるのかって言われたら、正直難しいですよね。なおかつ彼らだけではなくて、すでにディマリアの退団が決定していたり、レアンドロ・パレデスも今シーズンほぼ試合にあんまりねたくさん絡めていたわけでもないし、パフォーマンスもそんなに伴ってないけれども、基本的には買い取りすることもできないでしょうから、パリ・サンジェルマンに戻っていくことが濃厚ですし、でクルゼフスキもスパーズに一応レンタルで行ってますけど、買い取りっていう形で多分買い叩かれますし、でラビオに関しても現状交渉中って言われてるんですけど、ラビオは年俸が高いので残したいし、今シーズンのパフォーマンスの中では間違いなく中盤の中でもトップクラスのパフォーマンスを発揮してるんだけれども、年俸が高いのでユベントス的にその財政面的に大丈夫なのかっていうところで買い叩かれる可能性もあるし、ラビオに関してはもうここでもし契約延長勝ち取れなかったらフリーで出ていかれるんで、本人も過去にプレミアリーグでプレーしたいっていうね発言をしていたように、そっちに行く方向だってありえるし、
でクアドラードとかアレックス・サンドロとか、まあ、年齢も重ねて衰えも出てきてなおかつ年俸も高いっていうような選手を、まあ、売却しなければならなかったり、まあ、彼らはね、まあ、世代交代っていうところで、まあ、いずれかは来る問題だったと思いますけど、まあ、彼らが出ていったりとか、あとはウェストン・マッケニーね、リーズに移籍していたんですけれども、レンタルかな、移籍していたんですけど、リーズがですね今シーズンプレミアリーグ降格してしまったんですよ。ですのでリーズが買い取りできなくなってしまったんですね。ですのでローンバックっていう形でユベントスに戻ってきてしまったんですよ。でなおかつデニス・ザカリアもチェルシーにレンタルで行ってたんですけど、チェルシーでは素晴らしいパフォーマンスね発揮してたんだけれども、まあ、チェルシーもチャンピオンズリーグの出場権失ってしまってお金を作らなければならなかったりするので、ザカリアを買い取る40億円ぐらいの資金を、まあ、準備できないことはないと思うんですけど、チェルシーただベースとしてはもうバックでユベントスに戻ってくることが濃厚と言われてるじゃないですか。ですので今の流れを汲み取ると、アレグリが重宝していたベテランだったりとか、ある程度信頼を置いていたタレントと契約延長するのがちょっと難しかったりとか、もう契約満了で退団させることを許さざるを得ない状況だったりとかしてるし、なおかつ主力としてこれから期待したい選手が逆にもう売却しないとダメなぐらい資金的にも厳しかったりする中で、逆にアレグリが使わないと思って売却した選手が逆に戻ってきているっていう状況なので、普通に考えたら正直厳しいっていう言葉が一番妥当だと思うんですよ。もちろんユベントスっていうクラブの格とか規模を考えたらトップ4入りを目指せるクラブだと思いますよ。まあ、パジョーリだったりミレッティだったり、まあ、ガッティだったり、まあ、こういった若手も出てきてますから、まあ、彼らがね、まあ、相当機能して大活躍してユベントスが来シーズンチャンピオンズリーグの出場権確保しちゃうみたいなこともありえなくはないんですけど、今のセリエ A ってミランもしっかりと実力持ってて、インテルもしっかりと実力持ってて、でナポリも今シーズンね素晴らしい活躍したようにしっかりと力を持ってると、でローマも、まあ、資金的なところでね、まあ、モーリーニョもちょっと補強のところでね口出ししたくなるぐらいちょっとお金はないけれどもタレントは揃ってるじゃないですか。でラツィオに関しても、サッリの下でしっかりとチームが成長してきているし、アタランタも常にこの辺りの順位をねしっかりと確保できるぐらいのしっかりとした素材をしっかりと集めてきていると。当然そういったチームも戦力を補強していくし、もっと組織としてもレベルアップしていくと思うんですね。となると余計厳しいですよね。ただでさえ戦力売らなければならない、お金を作らなければならない、戦力的にもダウンする可能性がある、新戦力取ってくることも当然するでしょうけれども、うまくはまるかもわからない、機能するかもわからない、なおかつアレグリの戦い方にそこまで多くの幅がない、こういった状況を考えるとやっぱりユベントスは相当厳しいと。来シーズンチャンピオンズリーグの出場権しっかりと確保したい、間違いなくそこは目標なんだけれども簡単には取れない、可能性的には僕の中でですよ、ユベントスのサポーターの方々とか他のチームのサポーターの方々が見てどう思ってるかわからないけれども、僕は 50% をもしかしたら下回るんじゃないかなって思ってます。特にブラホビッチとかキエーザが退団してしまうようなことにもしなってしまったらちょっと厳しいんじゃないかなと思います。もちろん選手としてはしっかりとした選手も揃ってるんで勝つことはできると思いますよ。降格圏に沈むとかそういったことはないと思うけれども、絶対ね、まあ、絶対とはまあ言い切れないかもしれないけど、まあ、サッカー界に絶対はないんで、絶対とは言い切れないけれども基本的にはないじゃないですか。もう 80% ぐらいないでしょ、 90% ぐらいだけど、やっぱりアレグリもそうだし選手も引き抜かれてっていうことになったらもうさすがに厳しいと。でここでユベントスがじゃあ次のステージに進むためにどういったことをしなければならないのかって言われたら、ベテランだったり優秀な選手を売却してしまったと。当然クラブが存続していくために、健全経営していくためにしっかりとお金を作らなければならないと。じゃあお金を作りました、でも補強予算は全然残ってないですと。じゃあどういう補強しなければならないか、コスパのいい選手をたくさん取ってこないとダメなんですよね。いわゆる若くて安くて才能にあふれる選手、もしくはベテランで年俸が安くてフリーで取れるような選手、まあ、今期の、まあ、ディマリアみたいなね、まあ、選手ですよね、まあ、年俸は高いですけどね、ディマリアは、まあ、その年俸をしっかりと抑えた中で、まあ、活躍もしっかりと計算できるような優秀なタレント、まあ、そういった選手をやっぱり集めなければならないと。すごく難しいですよね。特にコスパのいい選手なんてどこのチームも求めてるし、争奪戦になる分当然オファーの金額を上げたりとか年俸アップっていうところを提示してくるクラブが相当多くなるので、ユベントスからするとやっぱり厳しいですよね。もう厳しいと言わざるを得ないと思うんですよ。でなおかつ何度も言いますけど、チャンピオンズリーグに出場できないというのは
選手にとって行き先を選ぶ、ねまあ、候補としてすごくポイントになってるのが最近多いですから、よりねこう優秀な選手というか争奪戦になるような選手はよりちょっと、手にするのは難しくなってきてしまうんじゃないかなとは思ってしまいますよね。なので今の流れをね、まあ、汲み取ってもらえれば、ユベントスがどういった補強をねせざるを得ないのか、プレミアリーグが行っているような大盤振る舞いで選手をポン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 集めてくるっていうことは基本的にできないぞっていうのは、まあ、多くの方がまあ分かっていただけたと思うし、その中でもお金をしっかりと制限して使っていかなければならない、予算も限られた中でやっていかなければならない、プレミアリーグほど数百億規模の予算が持ってるっていうわけではないですからね、相当厳しいんじゃないかなと。ですので、まあ、そういったことを踏まえて現状のユベントスのスカッドと、補強の話題と対談の話題を絡めていきながら、ちょっと来シーズンのスカッドをちょっと考えていきたいんですけれども、まずはゴールキーパーなんですけど、まあ、先ほどね対談の噂の中でも話しましたけれども、シチェスニーがですね、売却される可能性があると。まあ、シチェスニーに関しては現状ユベントスで最高級の年俸をもらってるんで、まあ、現状先ほども紹介した通りお金を作らなければならないし、お金を使いたくない状況なので、比較的まあコストパフォーマンスのことを考えたときにシチェスニーは売却候補に上がってきてしまうのではないかなと。まあ、僕も正直売却すべきだと思ってます。正直ユベントス規模のクラブのゴールキーパーとして最高級、現状のユベントスの最高級の年俸をもらうに値するゴールキーパーなのかと問われれば、僕はどうかなと思ってしまうんですね。ユベントスのサポーターの方々の中で好きな方がいらっしゃるのはもちろんわかりますよ。だけどやっぱり今の、まあ、ゴールキーパーというか、まあ、世界的な流れでいってもしっかりとボールが蹴れて蹴り分けられて、なおかつシュートストップもしっかりと安定したものを提供できて、いろんなところでゲームに関わっていけるようなゴールキーパーがやっぱり今重宝される時代だと思うんですけど、シチェスニーに関しては、まあ、シュートストップとかもある程度、ね、安定したものを提供してくれるし、悪いゴールキーパーではないんですけど、キックのところとかそこまで細かく蹴り分けられるタイプかと問われたら、そういった印象は正直ないし、まあ、ゴールキーパーとして、まあ、しっかりとした、ね、キャリアは歩んできてるんだけれども、やっぱりブッフォンの後継者に今のところなってるじゃないですか。正直ブッフォンの後継者ってもう探すの相当大変なんだけれども、やっぱりブッフォンの、まあ、存在をこう完全にこう忘れさせてくれるような活躍をしてきているのかって言われたらどうなのかなって正直思ってしまうんですよね。まあ、そこに限らずやっぱり試合を見ていた時の印象もそうなんですけど、やっぱりね、ゴールキーパーに求められるものってすごく多彩になってきてますから、皆さんもご存知の通りで、今の現状のパフォーマンスで最高級っていうのはちょっとどうかなって僕は思うんで、もう僕は売却すべきだとは思ってます。現金化できるうちにもう売却すべきだと。となるとゴールキーパーがペリンとピンソーリオしかいないんですよね。でペリンに関しては、まあ、ある程度まあ安定感もあるし、まあ、計算もできるタイプだと思うんで、もう来シーズンなんだったら任せてみるのもありかもしれません。でピンソーリオに関しては基本的にはもうほぼ控えだし、もう僕の中でね、ユベントスのドキュメント見ていてチームの輪を乱さないとか、まあ、大人な対応を取れるとか、ユベントスのことを第一に考えて発言できるとか、あとはまあね、過去に在籍していたロナウドとすごく仲がいいとか、まあそういった印象しか基本的にはないので、まあ、戦力として数えられるかって言われたら多分ね、そんな数えられるタイプではないと思うんで、彼をセカンドに置くのかっていうのもね、考えどころになってくると思うし、ってなるとね、まあできればねゴールキーパーそれは取りたいですよ。まあ最近だとね、クレモネーゼの、カルネセッキだっけ、アタランタからレンタルでね移籍している彼を狙いに行ってるんじゃないかとかね、噂されたりしてますけど、まあ彼を取りに行くのも一つの手だと思うし、まあ個人的にはね、エンポリのビカーリオなんかはねすごく評価高いと思ってるし、まあ彼もいいんじゃないかなと思うし、まあベテランでね、ある程度年齢重ねててもいいんだったら、まあバイエルのヤンゾマー狙いに行くとかね、まあこういったこともありだと思うし、まあコスパもいいんでね、ゾマーに関しては。なのでまあこういった選手を取りに行くっていうのもありだとは思いますけどね。まあペリンで行くこともいいとは思いますよ。ただ控えがね、こうピンソーリオだけでいいのかって言われたらちょっと考えないとダメかもしれないですね。はい。で最終ラインなんですけど、まあ3バックですね。あ、ごめんなさい、ユベントスの最近のフォーメーションちょっと紹介してなかったですね。だいたいね 3-4-1-2 か 3-5-2 が多いです。なので3バックが多いです最近ね。なのでまあそのシステムで話していきますね。ごめんなさい。
3バックですけど、まあ、ガッティ、ブレーメル、ダニーロでルガーニ、ボヌッチぐらいかな、現状のユベントスのスカットで最終ラインになるってなると。でガッティは、まあ、本当にボヌッチが衰え出てきたりとか、まあ、最終ラインのところで、まあ、うまく、フィットしてきてると思うし、今シーズンもまずまずの活躍をしてくれているんじゃないかなと。なので来シーズンも間違いなく戦力だし、でブレーメルに関しては、まあ、現状リーダーとしてパフォーマンスも安定していたと思います。特に彼の個性はしっかりと出ていたと思います。その対人の強さとか空中戦の強さとかね、うん、でダニーロに関してももともとはねサイドバックだったり、まあ、ウィングバックキャラの選手ですけど、3バックの、ね、一角任されて、まあ、ある程度信頼も与えられているみたいですし、パフォーマンスも今シーズンね安定していたみたいなので、まあ、ある程度計算されているだろうと。でルガーニも、まあ、主力とちょっと争わせるのはどうかなというか、スタートからちょっと使うのはちょっとリスクなところもあったりするんだけど、まあ、控えである分には問題ないと思うし、でボヌッチに関してはもういずれねもうユベントス、まあ、近いうちに多分退団すると思うんだけれども、まあ、今シーズンもあまり稼働してなかったし、まあ、怪我もあったりコンディション不良もあったりとかしてるんで、ね、もうそろそろセンターバックはね変えなければならないっていうのはもう明確なんで、まあ、来シーズンもボヌッチ戦力として数えるのかっていうのはね分からないけど、でもなんかボヌッチコメント出してましたよね、確か1年はあとユベントスでプレーしたいみたいなね。なんでちょっと分かんないけど、でもまあセンターバック取りたいですね。できればやっぱ左利きのセンターバック取りたいですね、うん。そして中盤ですけど、まあ、ここが問題ですね。すごく問題だと思います、まあ、ラビオがね出ていってしまうとめっちゃ辛いと思うんですよ。今季多分ナンバーワンのパフォーマンスだったと思うんですよね、ユベントスの中でも。まあ、彼が退団してしまったら相当辛いし、レアンドロ・パレデスに関してはあまりね多くの試合に絡めている印象もないし、あまり信頼感も与えられていなかったと思うんで、基本的にはレンタルバックで退団していく。でウェストン・マッケニーが、リーズにレンタルで行ってたんですけど、リーズが降格してしまったので買取オプション使えないんで、お金もないんで、ユベントスにローンバックしてくる。でデニズ・ザカリアも、チェルシーに行ったんですけどレンタルで、チェルシーも、チャンピオンズリーグの出場権逃してしまってるんで、なおかつスカッと膨らみすぎてるんで、買い取れない、ローンバックしてくる。でポグバは、怪我が多くてなかなか稼働しないとなってると。で、まあ、ファジョーリだったりミレッティだったり、まあ、こういった若手が出てきてくれていたり、まあ、ロカテリがね、まあ、ある程度台頭してきたりっていう形だと思うんで、まあ、来シーズンのスカットを考えると現状ファジョーリ、ミレッティ、ロカテリ、ポグバは多分残ると思うんですよ。残ると思うんですけど、ラビオは多分ね、プレミアリーグからオファー来たら多分本人も行きたがるでしょうから、本人も過去にコメント出してましたしね。あと年俸高いし、ユベントスが彼の年俸をね保証してまで契約延長するのかって言われたらね、まあ、今季のパフォーマンス見たら絶対延長したいんですけど、ちょっと難しいところもあると思うし、まあ、パレデスは多分買い取らないし、でウェストン・マッケニーに関しては、まあ、戻したら使うと思うんだけれども、最近の報道だと基本的には売却でガラタサライかなに売却するんじゃないかって噂されてるし、でザカリアに関してはすごくいい選手だと思うし、できれば使うべきだと僕は思ってるんですけど、ロカテリとダブルブランチ組ましてポグバトップ下で使う方がいいんじゃないかって僕的には思ってるんですけど、アレグリがね望んで取ってきたはずなのにすぐにチェルシーにレンタル出してますから、売却されるかもしれないじゃないですか、まあ、お金にもなるでしょうしね、ザカリアは。となるとやっぱり中盤にもね人は欲しいなってって思うし、それこそポグバがね本当に来シーズンちゃんと稼働できるのかっていうのも考えものですからね。そして次がウィングバックですよね、まあ、ここも問題ですよね、まあ、アレックス・サンドロとクアドラードがほぼ対談濃厚で、アレックス・サンドロに関してはもう契約を解除する方向で進んでるんじゃないかと報道されているぐらいですので、多分抜けると思うんですよね、まあ、年齢もそうだし、ね、衰えも出てきてるし年俸も高いですから。となると右はねちょっと質が低いというか、まあ、こういうこと言うの失礼ですけど、まあ、デシリオと、まあ、スーレになるのかな、この2人ぐらいしか多分いないんですよね、ウィングバックできるのが。まあ、ダニーロをね右のウィングバックに持ってくれば、まあ、
選手層的にもある程度こう落ち着くと思うんだけど、まあ、デシーリオは正直稼働率悪いし、一つ一つのこうアクションの判断も正直ね、いいとは思えないので、ユベントスの主力を張れるタイプかと言われたら僕はそうは思えないし、でスーレに関しては基本的にはもう前線の選手じゃないですか、右のウィングでしょ確か。となったらね、こうウィングバックってなると攻守のアップダウンが相当求められるし、フィジカル的な能力も相当求められると思うんで、スーレでこと足りるのかって言われたらちょっと難しいと思うしね。左のウィングバックに関しても、まあ、コスティッチは優秀なんで、まあ、彼は残しておくべきだと思うんですけど、まあ、彼1枚ではちょっとさすがに厳しいでしょうから、まあ、誰か取りに行かなければならないよねっていうことに当然なるし、で前線の選手になると、まあ、ブラホビッチだったりキエーザが正直いなくなってしまうと、まあ、相当辛いんですけど、まあさすがにどちらか1枚か残すかな。まあキエーザは残すんじゃないかな。イタリア人だしね。まあブラホビッチが高く売られたとしてもね。まあ買い手がつかないとね、始まりはしないんですけど。まあ確定で残るって言われたらモイズキーンとか、まあカイオ・ジョルジって今どうなってるんでしたっけ？レンタルとかで行ってましたっけ？ユベントスに加入してあんまり試合に出てないですよね。まあ彼がちょっとどうなるかわかんないけど、まあ彼もいるのかな？まあ彼とか、あとはミリクがね、今レンタルなんですよ、確か。マルセイユから。で、買い取りオプションがついてるはずなんですけど、ユベントスが多分買い取れないのかな？ちょっとユベントスからのオファーが、マルセイユ納得してないと。もう少し金額出せっていうところを言ってるみたいなんで、まあ当然ですよね。まあクラブ間交渉でね、売る立場の方からするとね、できるだけ金額ね、欲しいって思うのは当然なんで仕方ないんですけど。まあ、ミリクを取るのか、それによってはね計算できるけど戻るかもしれないしっていうことになると、前線もねちょっとタレント不足露呈してしまうでしょうし、もうイズキンだとちょっとね頼りないというか、さすがにねスタメン確約していいレベルなのかと問われたらちょっとどうなのって思っちゃうんでね、いい選手だとは思いますよ、才能も持ってるしね。ただやっぱりユベントス規模のセンターフォワードですから、デルピオロとかやっぱテベスとかね、イグアインとかそういった選手が前線張ってきてますから、マンジュキッチとかちょっとそこと比べるとね物足りなさは出るでしょうからね、うん、となるとユベントスはそうだな、もうほぼ全ポジションに人欲しいですね。ね、でなおかつお金がないっていう状況ですから、いや厳しいな、厳しいですね、すごい厳しいと思います。まあ他のねライバルクラブがこう共にやっぱお金厳しいクラブもあるんで、そこがこう主力を売却せざるを得ないような状況になって、そこも戦力落ちたりする可能性もあるんで、まあその点でねこう順位が上に上がっていくっていうことはあると思うんですけど、自力で上がっていくっていうのはなかなか難しいですよね。戦力アップっていうのもちょっと難しいと思うしね、アレグリの采配もねあるしっていうことを考えると、特にねもう少しこうアレグリのね戦術のところでもっと幅があったりとか、ビルドアップのところもっと形作れたりとかね、プレス回避提供できたりとかするんだったらね、もう少しこう期待値高く見れるんだけれども、今期のアレグリ見てて期待値高く見れるかって言われたらそんなに高く見れないですからね。まあサッカー界何があるかわからないんでね、そんなこと言っても大活躍しちゃって采配ズバリでねリーグ優勝狙いますみたいなね、狙いますみたいなこともあるかもしれないけれどもね、うん、まあ、だとしても今季の戦いぶりだとやっぱ選手の質があってこそだったんで、その選手の質が抜けちゃったらさすがに厳しいと思うんでね、うん、いやー、やっぱ厳しいか。厳しいですね、ユベントスね。となると、優先順位どこからなんだろうな、ユベントス。まあ、ゴールキーパーは、まあ、ペリンでなんとか回していって、もうピンソーリオもセカンドとして考えるか、もしくはもうね、下部組織から上げてくるかっていう形で、まあ、なんとか代用するっていうことにすれば、まあ、ゴールキーパーはまあ、最低取らなくていいと思うんで、で、センターバックに関しては、ガッティ、ブレメル、ダニーロ、まあ、ダニーロは右のウィングバックでも計算できますけど、まあ、センターバック起用が多分メインだと思うんで、ね、となると、そうだな、センターバック1枚は取りたいか。
1枚を取りたいですね。できればやっぱりこうね、ブレーメルともう一人こう安心して起用できるセンターバックは取りたいですね。うん、なんでセンターバック、まあ、取りたいけど優先順位的には最優先事項ではないか。右か、やっぱり右のウィングバックですね、今のユベントスだと。デシリオとスーレ、あと一人いましたね、名前忘れたな、ユベントスのね若き選手で、たまたまね見た試合で出てたんですよ。なんかビエなんちゃらビエリみたいな名前の選手、ちょっと名前忘れちゃったんで申し訳ないですけど、まあその選手も確かいるんですよ。でも多分そこまで戦力として数えられないはずなんで、やっぱ右は必要か。右はいるね。右が一番最優先だね。で中盤に関しては、まあ、ザカリアとマッケニーを使っていくんだったら取る必要はないと思います。まあ、うまく併用していければ、アレグリがね。まあ、本当は取りたいけどね。うん。まあ、お金がない以上しゃあないんで。で、左のウィングバックも、まあ、右に比べるとちょっと優先順位は低いと思うけど、まあ、でも必要ですね。まあ、控えがいないんで、取らないとダメですね。で、前線に関しては、退団していく選手が決まってしまったら取らなきゃダメですけど、そうだな、ブラホビッチも年俸高いですもんね。となるとそうだな、例えばブラホビッチを打ったとして誰を取るかですよね。結局やっぱり質の高いセンターフォワードを連れてこないと基本的に点取れないですから、点取るスポーツなんでね。さすがにモイズキーン軸でっていうのは考えてないでしょうからね。まあ若く安く、まあ安くはないか、モイズキーン安くはなかったもんね。まあ才能もまあね、ある選手だと思うけど、まあ課題も多いけどね、まあ残すよね。まあモイズキーンに関してはでも、まあモイズキーン軸はちょっとねリスクが高いというか、ユベントスのセンターフォワードはね今まで担ってきた人がやっぱすごいですからね。それだったらミリク軸で考えた方がまだいいような気はしますけどね。ミリクとキエーザー2トップとかの方がいいかもしれないですけどね。まあでもやっぱり優先順位的にはウィングバックか、両ウィングバックですね。ここは絶対取らなきゃダメですね。でまあそこの補強候補ですけど、名前見る感じだとあのトリノの、シンゴ、ウィルフレッド・シンゴか、まあ、彼を取りに行こうとしてたりとか、あとはライプツヒの、ヘンリッスとか、あとはホルム、スペツヤのホルムとかを取りに行こうとしているみたいな報道は見ましたね。まあシンゴに関してはね、過去にも一度話したことあると思うんですけど、まあ本当にフィジカル的に整ってて、まあ強くて速くてみたいな、で攻守アップダウンできてみたいな、まあ典型的なウィングバックタイプだと思います。まあサイドバックもできるしね。ただまあ一つ一つのこうね、ポジショニングのセンスとかはどうかなっていうところはねまだあると思うんですけど、まあ多少課題は残ってると思うんですけどね。でヘンリヒスに関しては、まあ僕分ですね、長らく見てるんで、まあライプツヒも見てるんで、まあ、彼の特徴を話すとなると、まあ、彼も攻守両面においてアップダウンができて、まあ、内側でも起用できたりできるユーティリティ性を持ってて、まあ、チャンスメイク能力もしっかりと備えてるっていう、まあ、能力的には整ってる選手だと思います。まあ、ユベントスが欲しがる理由もわからなくはないなと思う選手ですね。はい。そしてホルムですね、スペツィアの、まあ、彼も僕そんなに知らなくて、まあ、スペツィアの試合も基本的になんかインテル対スペツィアとかユベントス対スペツィアっていう試合を見た時にこうちょろっと見るぐらいなんで、もう今シーズンも多分見れたの1試合2試合ぐらいしか多分ないと思うんで、なおかつ基本的には対戦相手をベースに見てることが多いんで、あまり印象は深く語れないと思うんですけど、僕の記憶の中でうっすら覚えてるんですけど、まあ、正しくなかったら本当に申し訳ないんですけど、特徴しっかり捉えられてなかったら申し訳ないんですけど、僕の中での印象は、まあ、攻守両面にアップダウンはしっかりとできるし、まあ、ボールが運べてた印象もあるんですよね。ただやっぱり一つ一つのポジショニングの判断とかキックの質とか、まあ、足元の技術力とか、いわゆるその多彩さっていうところはそんなに持ち合わせてる印象はないです。なので、まあ、典型的なウィングバックタイプの印象が僕の中ではあります。
なので上下アップダウンさせる役割をユベントスがそのまま求めてるんだったらいいのかもしれないですね。まあでもこの先ね、こう指導者によって伸びてくる可能性もあるし、ユベントスに加入してね、こう違う才能を身につけるっていうこともね、まあ、ありえなくはないとは思うんですけど、まあ、僕の中での印象はそうかな。まあ、スペツィアをね、長く見ている方とかね、ホルムの印象をすごく知ってますよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、コメント欄とかで教えていただけるとすごくありがたいんですけど、僕の中での印象はそうかな。まあ、右はね。で、左に関しては、あまり最近名前も見かけてなくて、誰がいいとかこの選手がいいみたいなことってあんま見かけないんですよね。まあ左にいるのがコスティッチなんで、どちらかといったらね、高めで仕事ができるタイプなんで、よりこう守備的なね、仕事を担えるウィングバックを求めてるのかな。まあちょっとどういったタイプを求めてるのかわからないけど、まあ、ヘンリヒスをもし取ったらヘンリヒスは左でも使えるんで、まあ、そういった形で回していくのか、まあ、もしくは例えばですけど、パリ・サンジェルマンから退団することが濃厚と言われているベルナト、まあ、彼を取りに行くのも一つの手かもしれないですね。あとはちょっとね、まだ荒削りな部分もあるんだけど、アーセナルに戻ったとしてもちょっと立場があるのかわからない、現状マルセイユに所属しているヌーノ・タバレス、まあ、こういった選手を取りに行くのも一つの手かな。あとはそうだな、モナコのカイオ・エンリケとか、まあ、ちょっと攻撃的なねサイドバックだけど、まあ、彼を取りに行くのもありだと思うし、あの選手って今どこでしたっけ、タグリアフィコ、リールだったっけ、リオンでしたっけ、リオンか、リオンに確か行ってましたよね。まあ今季加入したばっかりなんで、ちょっと取れるかわからないし、年齢も重ねてるんだけれど、まあ、彼なんかはね、まあ、闘争心にもあふれるタイプだし、技術力もね、まあ、しっかりと持ってるタイプなんで、彼なんかもありかもしれないですね。サイドバックとして取りに行くんだったら。っていうな感じですかね。やっぱり高い選手はさすがに手出せないと思うし、年俸高い、例えばね、ジョルディ・アルバとかもね、取りに行けると思うんですよ。普通だったら取りに行けると思うんですけど、ジョルディ・アルバも多分年俸高いでしょう。となるとね、さすがに難しいっていうのもあるでしょうから、まあ、こういった選手たちになってくるのかなとは思いますけどね。まあセリア国内で、まあ、有望な若手のね、左のウィングバックとか、まあ、いると思うんですよ、当然。まあ、私が知らないだけで。まあ、私やっぱりブンデスとプレミアを基本的に中心に長く見てるし、まあ、セリアも見るんですけど、まあ、プレミアとブンデスほどね、試合数多いかって言われたらそういったわけではないので、まあ、詳しくね、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただければなと思うんですけど、まあこの辺りかなと思いますけどね。でセンターバックは先ほども言いましたけど、まあ誰か取るってなるんだったらフリーでね、エンディカとか取れたらいいですけどね。フランクフルトのね、フィジカル的にも強いし、対人も強いしね、ブレーメルとエンディカのセンターバックコンビってなったらもう相当強いけどね、対人 のところとか空中戦はね。ですかね、ぐらいかな。まあとにかくユベントスに関してはもう簡単にはそんなに大物を連れてこれないはずなので、チャンピオンズリーグに出てないのは大きくね影響してくるはずですから、多分ディマリアが来たのも多分チャンピオンズリーグに出れるからだと思うんですよ。単年契約で来てくれたものもね。だけど多分なかったら多分来てなかったと思うんで、うまく、まあ、お金を使ってスーパースターを連れてくることはできなかったとしても、戦力として必ずこう役に立つというか、もう数えられる、まあ、怪我も少ないしとか、金額的にも安い、過小評価されてるぞみたいな選手をね、うまく集めてくることができれば、ユベントスは次のねステップに行くことができるんじゃないかなと思います。あとはまあ3バックに偏らずに、まあ、4バックからの可変だったりとかね、両サイドに人を置いてみるっていうのもありだと思うんで、そういった形もねやってみてもらえたらいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで、まあ、以上でございます。来シーズンね、ユベントスがちょっと難しいシーズンになることはある程度予想されるんですけれども、まあ、そういった状況をね、まあ、踏まえて、いろいろちょっと移籍の話とか補強の話題とかね、現状のスカットの話とかいろいろちょっとさせていただきました。ぜひユベントスのサポーターの方々がですね、これから先のユベントスどういうふうに変化していく必要があるのか、来シーズンどういったふうに成長していってほしいのか、でその成長にはこういった選手が必要だとか、
予算のところとかね、金額のところとか考慮していただいて、ぜひね、意見とか教えていただけたら非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい。では最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。